が空いたらモンスター、こんにちは、ロシアン佐藤です。いや、12月31日、もう今年も今日で終わりです。今年も1年ありがとうございました。12月31日といえば年越しそばを食べたいと思います。私ですね、島根県の出雲市出身なんですけれども、まあ、あれですね、市町村、ちょ、噛んだ。市町村、市町村、違う。市町村合併で出雲市になったところに実家があるんですけど、出雲そばっていうのが有名なんですね、おそばで。実家からね、年越しの出雲そばが送ってきたんですよ。なので、今日はこの出雲そばで年越しそばを作って食べたいと思います。出雲そばの食べ方でですね、割りごそばっていうのと、あと釜揚げそばっていうのがあるんですけど、割りごそばは冷たいおそばの食べ方で、釜揚げそばは温かいおそばの食べ方なんですけど、今日はね、温かいおそばをその釜揚げそばで食べたいと思います。はい、見てねー。はい、できました。こっちがですね、釜揚げそばで、そば湯で食べるあったかいおそばです。で、こっちが盛りそばです。釜揚げそばは4人前で、盛りそばは8人前になってます。ではでは、いただきたいと思います。いただきます。ちょっと伸びちゃうから釜揚げからいきましょう。釜揚げはね、本当にそば湯の中にお蕎麦が浸ってるだけなんですよ。で、おつゆですね。おつゆをかけて食べます。ちょっとまずそのまま蕎麦の味だけ食べてみようかな。出雲蕎麦ってね、すごい色が濃いんですよね。出雲蕎麦の味。香りがすごい強いんですよ、お蕎麦の。だからね、東京とかでお蕎麦を食べた時は、なんか味が薄いなって思ったような気がします。めっちゃいい香り。おいしい。ちょっとおつゆかけましょうね。あ、思ったより濃かった。おいしい。出雲そばのね、特徴としておつゆが甘めなんですよね。で、ちょっとお醤油が、これは結構効いてますね。出雲そばはですね、わさびじゃなくてもみじおろしで食べることがよくあります。ちょっと薬味入れて食べてみます。あー、大根の香りがめっちゃいい。あとからピリピリっと。もみじおろしマジ美味しいですよね。お蕎麦にもみじおろし合いますよ。ネギとかね、かつお節とか海苔とか、こんな感じのものを乗せて食べます。あー、海苔がいい、いい匂い。なんかね、最後のお蕎麦屋さんでね、最後蕎麦湯におつゆ入れて飲むじゃないですか。あんな感じです。あ、ちょ
っとねとろみがあってめっちゃ美味しいです。釜揚げ完食です。盛りそば、いつもだとですね、だいたい割子そばっていうね、なんて言ったらいいんだろう、割子っていう入れ物に入ってます説明がしにくいけど、なんかこう平たい丸いお皿なんですけど、それがなんかね3段とか5段とかぐらいで出てきます。はい、出雲そばの味ですね。やっぱこの甘いつゆと結構なんて言うんだろう、ポソポソしてるんですよ麺が。だからちょっと、ね、すすりにくいです。ただ本当に噛めば噛むほどお蕎麦のいい香りがするので、お蕎麦のねちょっと香ばしい感じと甘い感じのねお蕎麦独特の香りがすごいします。なんかお蕎麦って地方の色が出ますよね。もうお蕎麦の味自体もですけど、こうわさびをつける習慣がなくて、東京に来てからあわさび入れて食べるんだっていうのを知ったような気がします。そういえばでね、この前のへぎそばはね、なんか私わさびつけちゃってたんですけど、実はなんかからしで食べるんだよとかねあったので、やっぱりこう地方食があっていいなと思います。お蕎麦、さっきね大量にお蕎麦を茹でたので、実はねじゃん、蕎麦湯が超たくさんあります。ちょっと追加して飲みたいと思います。あ、本当はこんなことやんないなんかねちょっと味が濃かったんですよ。本当はこっちに入れようと思ってたんですけどね。お蕎麦最後です。ごちそうさまでした。はい、出雲そば12人前完食しました。美味しかったです。これぞ我が家の年越しというような感じで、はい、出雲そばでね毎年はい、年越しそばを食べるんですけど、まあね、今年はいろいろ本当に始めた年だったので、また来年もね元気にいろんなことをねやっていけたらいいなと思います。今年1年ね楽しく動画をできたのも見てくださってる視聴者さんのおかげです。本当にありがとうございました。そしてですね、また明日から2017年が始まるんですけど、また2017年もね楽しく美味しくたまに面白い、いつも面白いまあわかんないけど、はい、そんな感じのロシアのお腹が空いたらモンスターをですね、また来年もよろしくお願いいたします。はい、それではお腹が空いたらモンスター、今年もここまで見てくださってありがとうございました。またね来年からもいろんな動画を積極的に出していきたいと思ってますので、ぜひぜひ来年からも引き続き楽しんで見てもらえたら嬉しいです。それではまた来年の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よいお年を。